僕鴨頭義人が他の経営者とかリーダーと圧倒的に違うものだけ先に言いますね。それね、アカンタビリティなんですよ。これカタカナで書くとよくわかんないな。これでいいのかな。アカンタビリティもしくはアカウンタビリティ、どっちかわかんないって言うんですけど、まあ日本語に直訳すると硬い表現なんですけど、あ、間違えた。説明責任って言うんですね、これ。で、僕の特徴は説明責任を異常にちゃんとやってるタイプなんです。いちいち、目的、例えばパーパスとか、そういうものをね、しつこく言ってるんですよ、普段からね。日本語で言うと目的。例えば、まあ、焼肉マフィア池袋店、社員も働いてるしアルバイトさんも働いてます。入店がオープン前からの子もいるし最近入ったばっかりの子もいます。でも、まあ、お店に行ったら誰に聞いてもらってもいいです。焼肉マフィア池袋店ってなんでオープンしたのって聞いたら全員同じ答えを絶対言います。日本のチップモデル店舗ですって絶対に答えます。それ答えられないスタッフいますか、あさみ。いません。いないよね。じゃあなぜ答えられるんですか。カモさんが説明してる。そうだよね、ずっと説明し続けてる。はっきり言うとお店が開く前からこれしか言ってない。お店が開いた後もこれしか言ってない。なんならそれだけじゃ足りないと思って毎日朝礼で言わされてます。言わなかった日ありますか。ないよね。それぐらい徹底的にアカウンタビリティ、説明責任を果たしてる。多分僕が知ってる限りうちのチームほどパーパス、目的を毎日確認してるチームを見たことがないです。しつこいぐらいに僕も言う、みんなも昭和する、確認する。なんならパーパスに合ってない時にはパーパスをわざわざ言います。チップのモデル店舗なんてさ誰も知らねえんだよ。イメージなんかお客さんも持ってねえんだよ。だから客のこと聞いてんじゃねえ。いいか、俺の中にしかないんだ、だから俺のことを知れ、みたいなこと言うんですよ。わかります。それぐらい徹底的にパーパスを深掘りしていくし繰り返すんですね。だからみんなバラバラな、生活とかバラバラなスキルとかバラバラな考え方なんだけど、ここだけはブレないっていうものができてくるんですね。だもちろん細かいとこはバラバラだから全然噛み合わなかったりもするんだよ、うん、料理人の人とサービスしか知らない人でそれはうまくバランスが合わないとか、そんなことはいくらでも起きます。だけどこのお店の目的地とかは全然ブレないですね。なぜなら説明してるから。で、僕が説明してないところはブレます。それはしょうがないよね、そういうものなので。だから自分のチームの目的が合わないのは説明が足りてないからだっていう考え方です。あの人がわがままだからだっていう考え方じゃないです。合わないってことは説明が足りてない、だからやることは説明する、これしかやってないですね。それがまあうちのチームの特徴。別にそれが正解っていうつもりないけどね。どうですか、皆さんいろんなところでお仕事されてますよね。まあ自分が経営者の人もいれば管理職の人もいれば一スタッフの人もいると思うんですけど、自分のチームが自分たちのチームもしくは会社の目的全員全く同じことを答えられるっていうチームの方ってどれぐらいいます。え、あ、そう、お疲れっす、うん、そりゃチームまとまんないわね。東京鴨頭ランドは良い情報をまき散らすんです。社員の仕事は全員共通しています。鴨さんを売るです。鴨ブックスっていう新しい出版社、まだ立ち上げて半年ぐらいしか経ってません。なんなら社員は数ヶ月の社員しかいないです。でも何のために立ち上げたか全員知ってます。出版業界に革命を起こすです。今までと全く違う仕組みなんですよ。
書店さんが 20% しか利益を取れなくて潰れていってるのに対して書店に 30% 利益を渡して、普通の出版社は 70% 利益を持ってるのに対してうちの会社は 50% しか持ってない、その残りの 20% をバックエンド商品で利益を出す、これ全員答えられます。入社して1ヶ月未満の社員も答えられます。それぐらい徹底的に説明責任を果たしているっていうのが、まあ、うちのチームの特徴なので、これから考え方としてはチームのメンバーがバラバラなのは原因は説明不足である。だからやるべきアクションは1個、説明をする。で、説明の言葉を自分が持ってなかったらトップに聞くです。自分で勝手に考えちゃダメ。だってトップと管理職の人がずれてたら混乱をきたすだけなので、勝手に自分で説明しない、ここすごく組織では重要なポイントだと思います。